皆さんこんばんは、 MK です。今回はスプラトゥーン3危険度マックスのサーモンランやっていきたいと思います。本日時知らずいぶし工房でのシフトなんですけども、結構武器編成が強めなんですよ。カンストを狙うならここしかないということで、現在 MK さん10時間ぶっ続けてプレイしておりまして、なんとか伝説アルバイター900までは持ってくることができました。999を達成すれば時知らずいぶし工房のステージ金バッジゲットできるかと思います。今回はそのゲット画面皆さんにお見せしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。そして900とは言ったものの、もうすでに危険度はマックスでございますので、納品ノルマがとんでもないことになっております。今30だよね。30だとかなり納品意識高めにいかないと達成できないので、しっかりこういう細かいものも拾っていきましょう。で、基本的に納品はね、人頼っちゃダメ。もう自分との差、ごめんなさい本当に。いや、やられんのが一番良くない。30納品しようって時にね、こうやってど真ん中以外でやられちゃダメなんですよ。今ど真ん中でもやられちゃダメなんですけどね。そしてもう900ぐらいまで来るとですね、2人やられたら終了。2人やられたら基本的には大物鮭に飲まれると思っておいてください。やられるのは1人まで。だから味方が誰かやられたら自分はやられないようにしっかり慎重にね立ち回っていきましょう。そして今回武器編成強いと言いましたノバブラスターとスクリュースロッシャー、そしてスクイックリンとスペースシューターでございます。あれ強いと思ってる方いると思うんですけども、 MK さんの中の強い基準の一番優先順位が高いところがですね、チャージ武器じゃないってところなんですよ。私スプラトゥーン1からずっとやってるんですけど、チャージ武器がやっぱりね苦手で、ボタンを押したらすぐ出てほしいのね弾が。でそれで言うと今日はチャージ武器がスクイックリンのみで、スクイックリンはねチャージャーの中でもかなりチャージ時間が短くて使いやすい部類ですし、雑魚敵とかだったらパシャ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 って打ってれば倒せたりしますので、もう個人的には今日はめっちゃ強い。ただね、射程が足らんのよ。だから運び屋とか来たらちょっとまずいかなという感じでございますけども。おー、そして苦手なスクイックリンを引いていく。夜じゃね、うーわ。で夜はですね、ちょっとこの編成だときつい。待て、まずなんだ今回は。はい、あー、完結戦なら大丈夫。完結戦泥シャキあたりは当たりでございます。外れというか、もうめちゃくちゃきついのが光バエとグリルと、あとはあれ、さっきも言った運び屋。そう、運び屋ね、簡単なイメージ持ってる方多いと思うんですけど、この編成だときついんですよ。ちょっと待って、遠くまで来すぎたな。こっちのね、時知らずいぶし工房2つにステージが大きく分かれておりまして、反対側は基本的に行く必要ございません。固定系鉄球じゃねえや、鉄球か、鉄球とか、あとはタワーとか肩パッドとかが出た時以外はそっちは気にしなくていいと思いますので、基本的には右の足場だけを使っていければと思います。ただ右が満潮になった時結構まずいんですよ。満潮と干潮は基本的にこのステージ外れだと思ってください。この通常の潮が一番やりやすい。ということで金鮭出てきました。待って、そいつあと一発ぐらいじゃない、まだか。はい、スクイックリンでなんとか倒していく。このね、カゴの周りでできるだけ倒すというのをね意識してください。そして今スクイックリンの長所が出ましたね。スクイックリンはね弾が貫通するんですよ。なのでこういうところも一発で倒すことができます。これも金鮭よっか、こっちだな。こっちのドスコイとかをしっかり処理していきましょう。なのでスクイックリンはねこう貫通させるイメージで打つとかなり強いかと思われますので、うわ出すぎだろドスコイ。危険度マックスだとこんななんか。そしてノルマはもうすでに達成しておりますので、こういう雑魚敵をねメインで倒していければと思います。雑魚敵ほっとくとね、ほんと今回の編成だとすぐに地面が塗られちゃって大変なことになりますので、金鮭はあと、まずは雑魚敵、そんな感じでやっていきましょう。とりあえず1個だけあったので納品しておきまして、いいぞ。もうこっからノーミスで行きたい。沼るとき沼るからさ、サーモンラン。はい、ウェーブ3。満潮と干潮だけやめて。通常の潮で、オッケー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 。そしてスペースシューター来ました。あと壁塗り結構大事でございますので、しっかり壁は塗っておいて逃げ道を確保していきますと。スペシャル言い忘れておりますが、メガホンレーザー 5.1 ちゃんでございます。あれですね、肩パッドとタワーメインでこれで倒していければと思いますので、よろしくお願いしますですが、そこだったらごめん、外した。ありがとう。ちょっと味方が強えわマジで、このぐらいまで来ると。そして今日ね平日の土深夜ということもあってですね、かなりかそってるんですよ。この編成が強いと思ってるのも多分私ぐらいで、
あんまり多分潜ってる人がいなくてですね、かそった上にマッチングがほぼほぼ同じ人としか起こらないという、ちょっとスプラトゥーン3人口大丈夫かって感じなんですけども、まあ900ぐらいまで来るとモサしかいないからな、平日の深夜にやってる人もモサすぎるでしょうということで、こちらもしっかり入れていく35。ほらこういう時にね壁を塗っとくとありがたいんです。今危なかったね。でもね蛇のあれ今普通に当たってたけど、基本的にあれ当たったら一発アウトだと思ってください。そしてスペースシューターは今回の武器で一番塗りが強いので、ああいうダイバーとかは優先的にねやっていければと思いますが、ちょっと落ち着こうか。一旦 5.1 ちゃん使ってそこの肩パッドやっちゃいましょう。さっきからポン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 うるさいわ、あの肩パッドが。で待って、タワーもいるな。タワーと爆弾やっちゃいますか。5.1 ちゃん使って、はい、しっかりロックオンしていく。爆弾もねロックオンだけでやれんのがマジででかい。これ爆弾大量に来ると終わるんですよこのステージ。あとダイバーもマジ大量に来たら終わります今回なので、ダイバーと、爆弾優先的に処理していければと思いますが、ちょっとモグラもやめてほしいかな。あとね、あの柱地味にまず危ない。 OKOKOK 地味にねまずいのが柱でね、柱はねちゃんと処理しないとマジで処理落ちすんのこれくらいのレベルに来るとマジで柱2個ぐらい立つと処理落ちし始めるから、あの柱もスペースシューターかノバブラスターで倒していければと思います。ということでなんとかこれで900から920ですね。いや999いけると思うんだ今日。なんとかするぞ。はい、333%なんとかクリアできましたと。ふう、ちょっとあれだな、喋るのとプレイするので頭がパンパンなんですよ今正直あ、いいんじゃない、39個一番納品したと。よし行くぞ。はい、いよいよやってきました。現在伝説アルバイター990でございます。ここで勝利できれば999、いよいよカンスト達成なので皆さん応援の方よろしくお願いします。なんですが今非常にまずい状況でしてですね、お頭ゲージが満タンでお頭マッチング中なんですよ。皆さんお頭マッチングという単語ご存知でしょうか。まあ半分都市伝説みたいな感じなんですけども、サーモンランってどうやってマッチングするかというと、もちろんだけど、その伝説アルバイターの、まあ、800とか700とか600とかあるわけじゃないですか。その数値が近い人と基本的にはマッチングするので、まあ味方が極端に弱いとか極端に強いとかそういう風にはならないんですよ。なんですけどもお頭マッチングという概念がありまして、お頭ゲージが満タンだと、まあお頭に会えるように任天堂がマッチングしたがるんですよね。だからお頭ゲージが満タンの人を優先的にマッチングするので、伝説アルバイターの600とか500とかその数字のなんか幅が広くなっちゃってですね、めちゃくちゃ弱い人とマッチングすることがあるんですよ。でこれが一回沼ると、どんどんその人の数字に引きずられていって、900だったのにお頭マッチングになってるせいで880、860、840と下がっていっちゃうというね、これが地獄のお頭マッチング制度でございます。ただこれはね存在するかしないかは半分都市伝説なんですけど、こちらの画像をご覧ください。これ存在するでしょMK さん、200から300に上がるときにお頭マッチングでかなり沼りましてですね、これくらいのところが一番お頭マッチングが起こりやすいんですよ、人口が多いから。多分 MK さんは300手前ぐらいなんですけど、当たってる人が、まあ、200とか、まあ、ワンチャン40とかなんだろうなと思うんです。これでお頭マッチングが起こって、お頭そのウェーブをクリアしないと結局お頭ゲージって消費されないから、1回ウェーブ3までなんとかキャリーしてでもクリアしないとお頭ゲージがリセットされなくてっていうね、この地獄にはまったんですよ。で現在もそうなんです。今お頭ゲージ満タンなんで怖いんですよ。そして干潮続くね。運びはまずいかもしれないな。待てよ、しかも干潮の運びはまずいな。これ結構広いんで MK さんノバでしょ。ちょっとあれだな、こういう置いてった発泡スチロールとかを倒しつつ、うわー待てよ、ちょっとまずいかもな。32でしょ。
やばい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 、ほんと待って、ノバがマジで何もできないって。あのほんと運ぶことしかできないからガンガン運びます。でああいうところも倒して、ほんと近くだけ倒すのは MK、スクイックリンとかスペースシューターに任せましょう。撃ち落としは、であいつ近づいてきてますね。ちょっと1個でも取られたくないんだけど、まあ1個2個は取られるだろうな。でドスコイを連続で出されるとまずいので、しっかりこういうのも処理していく。ほんとこれくらいのね、あの危険度になってくると、発泡スチロール放置すると大変なことになるんですよ。あの撃ち落とすどころじゃなくなって、どん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 発泡スチロールを処理しきれなくて、敵を倒してるうちに発泡スチロールが置かれてみたいなね、もうとんでもないループに入っちゃうので、しっかり処理していく。そしてなんとかなってるな、個数はなんとかなってる。ちょっと MK さんはこの何だったっけ、発泡スチロールよ、発泡スチロールとあとドスコイとか優先的に倒していきましょう。 OK、 ノルマクリアしてんな。この塗りを維持したい、マジでこれ塗り維持しないと終わる。39だからあと1回運び屋本体が来るんですけど、まあ取られたとて5個ぐらいなんだよね多分マックスが。だからもうさすがに大丈夫かな。まあまあまあ、みんなのちょっと足場を確保しつつという感じですが、一応倒しとく、精神衛生上。はい、倒して、頑張れ頑張れ頑張れ、ノバ直撃を当てまくって、 OK ナイス。これで50ぐらいいけんじゃない、50ぐらいいけんじゃない、 OK。 まあ別に行ったところで何なんだという話ではございますが、いいぞウェーブさん、行くぞ。ちょ待って、これあんまりさ、900ぐらいまで来るとおかしなマッチングって、まあ言うて下でも700ぐらいでしょ当たってても、だから結構強いんじゃない普通に。700、うわなんで3連続夜なん、やめて。待って、これ通常仕様だよね。ちょっとまあ光映え、もう光映えとグリルだけやめてって言おうとしたら光映えだ。一旦ここ投げ、スクリュースロッシャーか。これね、直撃当てるってよりは渦を当てていきたいみたいな感じなんですけど、いやでも着地あるから、これ MK さんにあれが来たら、ハエが来たらすぐ着地するわ。うわー待って、あんまりあれだな、金いくらこういうね、35? うわーと、ここは着地したいけど一旦上登って、いいよいいよいいよ、で引き寄せる、こっちに引き寄せて一気に行きます。 OK。 いやでも今あんまなかったな、あれが、金鮭が。タイミング悪かったか。そしたらここもしっかりと、あーカニタンクいいね、カニタンクコロコロしてるだけでなんとかなったらさ、まあでも金鮭は一発じゃないから弾かれるとは思いますけど、 OK。 ここみんながスペシャル残したの生きてるよ。あーとたまずいまずい、ここ一発 OK。 金鮭ダブルで巻き込んだけども、これねスクリュースロッシャーきついんだよ。スクリュースロッシャーが一番きついだろう、今回の武器で光映え。まあ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 、一回はしゃあない。ちょっと MK さん集めることに集中する、マジでこれノルマが大変で、残りもう5個だからいけるだろうって思うでしょ、これマジで立ち回れなくなるのよ、残り5個が大変になるから。落ち着け落ち着け、はい、しっかり投げて、いいよ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 、ナイスよ。今の何、ちょっと全然分かってなかった、あれかサメライドか。 OK35 達成、あとは死なないようにするだけ。待てよ、あと1回変わるんでヘイトが、私だったらちょっとまずいな、私で、もうなんで、一旦ここ降りて時間だけ稼ぐ、時間だけ稼ぎます。ちょっとあとなんとかしてください、あとなんとかみんなで生き残ってください。残り3秒で OK かな、素晴らしい、よしよしよし、とりあえず達成、999達成なんですけど、お頭ゲージが満タンなんで緊急事態発生するよね。ジョーもちょっとここは景気よく倒したいね、ちょっとジョーも景気よく倒して終わりましょう。ふう、スクイックリンか、残ってんのはスクイックリンが一番乗船はでもやりやすいんじゃないか、できるだけやられないように気をつけて。あーいいね、そっち、あー分かってるね、ちゃんとああやって大物鮭を巻き込むんですよジョーの時は、危ないなでそこしっかり倒しつつ、このなんかデベソじゃないけど、この背中のなんかやつになんとかしていく。落ち着け、ここ待て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 、雑魚優先、よしオッケーで、金いくら間に合わないよねこれ、間に、ああ取られた、間に合わない、待てよ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 、うんと、そうややこしいな今ややこしいな、そのなんだっけ、鉄板じゃねえや、円盤じゃなくて、君なんだったっけ、傘じゃなくて、危ないよMK さんだったんだ今、あいつの名前忘れた、 UFO よ、あの UFO の円盤、あれマジで忘れた、なんで忘れた、そんなわけ、危ない、 OK、 うまいね今の今のうまいね、待てよ、いけるいける、秒数的にはいけるので、ここはし、待てよ待てよ、 MK さんあれだよね、着地だよね、高さがあったら着地しちゃ、あ高さ合うねそこ、そうこのね、なんていうの、弱点が出るところって決まってまして、
前回いたところの方に背を向けるんですよ。なので、今回は向こう側に、弱点が出ます。これが分かってれば結構やりやすいんだよね。はい、ここ、あー待って、今壁に座れてた。嘘、ごめんなさい。だけど、いや、いけるでしょ。残り20秒。待て。よし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 。とりあえず、落ち着けよ。ここ打って、大丈夫、いける。十数秒あったら、あとは味方が何とかしてくれる。オッケー。いや、でもなかなか、貢献はできたんじゃないでしょうか。ということで、景気よくジョーも倒せました。危険度マックスのジョーだよ。よう倒したね、今。よしよし、これで、MK さん結構前に荒巻き取りで、999達成しておりますので、ステージ金バッジのカンスト、ステージのカンスト金バッジ、これで2個目になります。荒巻き取りでに続いて、時知らずいぶし工房と、いやー、コンプリートしたいね。なんとか。いや、できるかな。ドンブラコとかマジできついんだよね。納品意識高い MK さん。そして、達成しました。伝説アルバイター999。ただね、多分スケジュール更新入るわ、今。朝の9時なんですよ。ほら、今日初めてクリアになってるっしょ。朝の9時まで今、夜通しで10時間やってたんで、今朝の9時でスケジュール更新が入って、今日初めてクリア判定になりましたが、ここで、ゲット画面じゃない?待てよ。来るだろ?オッケー!時知らずいぶし工房金バッジ!ゲットできました。マジで長かった。10時間やってたんだ、今。やりすぎだろ。じゃあ一応ちょっと見たいと思います。しかも見てこれ、40からやってたんだよ、MK さん。はい、時知らずいぶし工房で伝説999になった。で、前にゲットしたのがこの荒巻き取りでですね、伝説999。いや、すごくないこれ、40からやってたから、銅バッジ、銀バッジと通常バッジも全部一気にゲットした形になりました。ということで、時知らずいぶし工房。なんとか、金バッジ達成しました。引き続きね、ちょっと狙える時に狙っていければと思いますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価をして、応援の方よろしくお願いします。引き続き。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、神々。